M25 モーターウェイ、または、ロンドンオービタルは、イギリス及び、イングランドの首都ロンドンの周囲をつなぐ、総延長117マイルの環状高速道路。20世紀初頭には、最初の構想が練られていたが、現実に、最初の区間が開通したのは1975年で、全開通したのは1986年のことである。m 十五は、世界最長の環状道路の一つで、かつ、 イギリスの高速道路網において、最も混雑し交通渋滞が発生しやすい区間の一つである。ヒースロー空港付近では1日あたり19万6000台の交通量が記録されている。8車線への拡張計画が存在したが、コストの高騰により2009年に規模が縮小された。また、欧州自動車道路の E15 号線及び E35 号線の一部でもある。 M25 の道路幅と建設進捗状況を示した。地図当初は中央分離帯を挟んで片側3車線の高速道路として計画、建設されたが、ほとんどの区間は後に拡幅され、4車線の道路に置き換えられた。さらに、ジャンクション12から14までの区間は片側の車線に、ジャンクション14から15までは6車線にそれぞれ拡幅されている。他の区間についても、 高速道路の維持、管理に関する計画の中で、さらなる拡幅が進行中である。M25 は、連続した、環状線ではない。ロンドンの東部、サロックとダートフォードの中間には、テムズ川を渡るために、有料の一般道区間となる、A282 がある。この日本のトンネル時計に今日からなる、ダートフォードクロッシングは、カンタベリーウェイの異名をとる。 橋を渡るかトンネルを抜ける遠く間の通行には、各々の車種に応じた通行料の支払いが必要である。仮にこの区間を高速道路に編入すると、ブーリジフェリー伊東でテムズ川を渡る際に、当該道路の通行を許可されないあらゆる交通を止めてしまうことになるため、現状では一般道として管理されている。セベノックス付近のジャンクション後では、進行方向によらず、 環状線上の走行を続けるドライバーは必ずランプを通行しなければならない。半時計回りの車線は M26 を経由して M22 接続し、東の方へ伸びている。一方の時計回りの車線は南方の海岸へ至る A21 に接続する。ロンドン中心部からの距離はポッターズバー付近の12マイルからバイフリート付近の20マイルまで幅がある。 一部地域では M25 を基準にして何度かグレーターロンドンとの境界を変更している。多くはわずかな変更であるがエセックスとサリーの境界変更は比較的広範囲に及んだためよく知られている。エプソム、ワトフォード、ラフトン等の大きな町は環状線の内側に位置する。ノース・オッケンドンはグレーターロンドンで唯一環状線の外側に位置する地域である。 2004年には世論調査の結果に応じて、クレーターロンドンの境界を M25 に合わせて再構成し、当該地域を編入することに関する議題が、ロンドン市議会において上った。インサイドザ・ M25 及びアウトサイドザ・ M25 あるいはビヨンドザ・ M25 という表現は、ロンドンとその周辺地域について言及する際、交互的に用いられる。 2003年通信法では、ロンドン地域の外部で制作されるべきテレビ番組数の比率を定義する際に境界として M25 を使用すると明記している。北部、南東部、東部の3カ所にサービスエリアが設置されている。2012年にはコブハム付近に4つ目の SA を新設予定である M25 の大部分の区間は交通事故防止のために道路照明が設置されている。 現在、照明で照らされる区間は、ダートフォードからジャンクション3、ジャンクション5、ジャンクション6から 21A 及び、ジャンクション23から31である。照明の種類は様々である。多くの区間では、現在主流となっている、高圧ナトリウム等が使用される一方、一部の区間では旧式の黄色の低圧ナトリウム等が使用されている。 このうちジャンクションをヒースロー周辺のジャンクション及びジャンクション27の区間では最近になって NH 型照明に更新された。M25 は複数の警察管区を横断しておりジャンクション15軒はケント州64まはサリー州1516軒はバッキンガムシャー1724まはハートフォードシャー25はグレーターロンドン2628県は エセックス29はグレーターロンドン3三3 1県はエセックスの警察機関がそれぞれ対応する。これらの高速道路上の交通警察任務はロンドン、テムズバレー、エセックス、ケント、ハートフォードシャー、サリーの6つの警察から構成される合同警察隊により実行される。m 十五は欧州で最も混雑する高速道路である。二千三年には ジャンクション13と14の間のロンドンヒースロー空港付近で19万6000台、日の交通量を記録した。ありがとうございます。